それでは始めさせていただきます。まあ、今ね、どうやってシミュレーションを行われるかっていう、かなり詳しい説明をしていただいたんで、まあ、それに引き続きですね、まあ、実際にどうやって、まあ、こういうことを役立てていくかというお話をしていきたいと思います。スーパーコンピューターによっていろいろなシミュレーションが可能なんですけれども、まあ、例えばその COVID-19 の感染症対策では、このワクチン開発や飛沫拡散シミュレーションなどにスパコンが活用されています。で、スパコンはですね、地震、津波、台風、洪水など、様々な自然災害に関連したシミュレーションにも利用されて、まあ、人類と地球を守ることに貢献しています。日本は自然災害の多い国ですが、特に地震による災害は非常にもう甚大です。ここ20年余り、神戸、新潟、東北、熊本など大きな地震が発生しています。地震発生の予測は非常に困難ですが、現在は地震発生後の被害を最小限に抑える減災のための研究が盛んに行われています。本研究では、地震により生成される波、すなわち地震波が伝わる様子を計算する強振動シミュレーションと、地震系の観測データを組み合わせるリアルタイムデータ同化という手法について紹介します。今回は2007年に発生した新潟県中越沖地震、これマグニチュードでいうと 6.6 ですけれども、これについて実際の観測データを使用した計算データの融合事例について紹介します。まあ、長周期地震動というのはですね、大地震の際に高層ビル等と共振し、大きく長く揺する被害をもたらします。今回は特にこの長周期震動の予測と防災、減災に向けた研究について紹介します。まあ、長周期振動って何だと思われるかもしれません。地震の波は様々な波長の成分の合成です。卓越したピーク成分と同じ固有周期の建物が最も激しく揺れます。まあ、音の世界の共鳴と一緒です。建物の固有周期は 0.1 秒から10秒ぐらいで、大きな建物ほど大きいです。長周期の波は長く続き、遠くまで届くので、震源から遠く離れた場所でも大きな振動が起こったり、被害があったりします。このスライドには、1995年の神戸ですね、あと2003年の十勝沖、あと2004年の中越沖というですね、3つの地震での観測データが紹介されていますが、まあ、それぞれ様子が異なっています。この速度オートスペクトルという図を見るとですね、この卓越した周期がわかるんですけれども、中越地震はこれ短いですね。で、十勝は長くて、で、まあ、神戸はその間と。いうことになります。中越地震では石灯籠のような小さなものが倒れることが大きかったのですけれども、十勝地震ではですね、非常に大きな建物がですね、激しく揺れました。これがその時の写真です。2003年十勝沖地震では震源から200キロメートル以上離れたこの苫小牧というところがあるんですけれども、ここで石油タンクが激しく揺れて、金具が擦れた火花がですね、この液面溶動、スロッシングというんですけれども、そうしているその石油に引火してですね、大火災になりました。これ非常に大きな火災でして、まあ、これ1週間続きました。で、消防車やヘリコプターもですね、もうこれ近寄れないような大きな火災で、まあ、もったいないことなんですけれども、この石油が燃え尽きるまで待つしかなかったそうです。まあ、この十勝沖地震も20年ぐらい前になりますけれども、まあ、地震そのものの被害もそこそこあったんですけれども、まあ、当時非常に話題になったのはこの石油タンクですね、しかもこの震源から200キロも離れたところでですね、まあ、大きな火災が起こったと。ということです。それで、まあ、これ実際にですね、計算を しておりまして、まあ、地震波がこう入ってきてですね、このタンクのこの液面が揺れているというのがわかるかと思います。まあ、実は先月ですね、9月の初めにですね、久々にまあ、北海道に出張しまして、で、まあ、帰りにですね、ちょうどこの苫小牧のですね、このタンクの上を通りました。まあ、こんな感じなんですね。まあ、苫小牧かなり海に近いですけれども、まあ、大体札幌と東京のこの飛行経路のちょうど真下にあるんですね。で、まあ、このですね、こういう速度オートスペクトルの分布がですね、どうして起こるかっていうメカニズムは実はよく分かっていないんですね。東大地震研究所の古村先生っていう方、よく地震が起こるとニュースに出てくるんで、皆さんもお顔もご存知かもしれませんけれども、まあ、地下構造が不均質であるとか、まあ、破壊した断層の特性によるのではないかということです。まあ、地下深く、起こっていることなので、今後まだまだ研究が必要な分野ではあります。日本には全国地震観測データ流通ネットワーク、JDXNET と
という気象庁や、まあ、大学研究機関が運用する約2000点の地震計による観測雲があります。でリアルタイムでその観測データを取得することができます。で各観測点では1秒間に100回のですね、測定を実施しています。まあ、計算科学シミュレーションの代表的手法として現象を記述するこの偏微分方程式、まあ、先ほどナビアストクス方程式ですけれども、まあ、こちらは、まあ個体がですね、揺れる動く方程式ですね、はい、それをですね、計算機を使って数値的に解くという方法があります。でこうやってですね、対象を細かい格子とかメッシュとか粒子というものに分割して解くという方法です。で今回の地震波動シミュレーションで使用されているですね、このちょっとプログラムの名前長いんですけど、SISM3D Open SWPC DAF というのがあるんですけども、これ先ほどのですね、古村先生らによって開発されたもので、まあ、この3次元の運動方程式をこの差分法と言われる方法で解いています。まあ、地震学のことをですね、英語でサイスモロジーというですね、なんでまあそこからこれ名前取ってます。で差分法では空間を直方体や立方体のような規則正しい均一なメッシュで分割します。で対象とする空間に対して格子数、メッシュ数、まあ、あるいは粒子数というものを多くしてですね、まあ、解像度を高くすればですね、より正確な解が得られるんですけれども、それだけ多くの計算をやらなければいけないということで、まあ、スパコンに代表されるような大規模なコンピューターが必要になるということです。まあ、地震シミュレーションというのはですね、この不確実性と隣り合わせです。まあ、先ほど天気予報の話が出ました。で天気予報の精度も今までと比べるとですね、まあ、だいぶ上がってきてます。でこれもちろん計算機がですね、非常に大規模になってですね、より細かい計算ができるようになったということと、あとですね、まあ、観測技術が発達してですね、やはり観測とちゃんと照合しながらやらないと計算っていうのはなかなか正しいものが出てこないんで、まあ、そこら辺も地上ですと比較的観測がやりやすいんでね、そういう意味では天気予報は非常にそういう意味では発展していると言います。でそれに対してこの地震というのはですね、この地下の話なんでなかなかそこら辺が進んでないところがあるんですね、はい、なんでちょっと意外に思うかもしれませんけども、やはり観測が進まないとこの計算技術というかですね、シミュレーションも実は、進歩しないというところがあります。で例えば自動車やですね、建物のですね、シミュレーションなどをやるときの設計図っていうのがあるんで、まあ大体どんなものか分かってるわけですね。ですけども、地下空間は不均質で不確定なためですね、シミュレーションによる予測だけでは全てを解明することは不可能です。で最近はですね、この観測結果を積極的に取り入れる手法が研究されるようになってきました。もうこれ天気予報でやってるようなものと実は同じ方法です。で、スーパーコンピューターによる計算の技術が発達したとともにですね、この観測技術、あとこのネットワークの技術ですね、これが進歩してですね、この日本に2000点以上ある地震計の観測データを、まあ、リアルタイムに取得できるようになったということが非常に大きいです。で、シミュレーションによる予測、観測データ同化、まあ、データ同化のことをですね、データアシミュレーションと言いますけれども、それによってですね、補正すると、まあ、それらを組み合わせたですね、手法についてこれから紹介していきます。はい。これが、まあ、三次元シミュレーションとリアルタイムデータ同化の融合の概要です。まあ、先ほどもちょっと出てきましたけど、このウィステリア BDEC01 っていうですね、この計算機、がありますけれども、まあ、もともとですね、このシステムはですね、この計算をやるためってわけではないですけど、この計算を実は念頭において、まあ、設計されたというところもあります。で、この JDXNET の観測データを利用した、まあ、リアルタイムデータ同化を実現し、まあ、地震発生時に瞬時により正確なシミュレーションを実現します。はい。従来のシミュレーションですね、このピュアシミュレーションと言われているものはですね、震源にある変異を初期条件として仮定してですね、それにより起こった地震波が伝わる様子を、まあ、計算しているわけですね。ただ、この震源におけるこの初期条件の仮定って非常に難しくてですね、これがまあ間違っていると、正しい結果を全く得ることができないですね。で、この新しい方法、まあ、データ同化とシミュレーションを合わせた、この A プラス S という方法ではですね、初期条件を仮定する必要がなくてですね、この実際の地震による変異を使用してですね、で、シミュレーション結果を観測結果でリアルタイムに補正、まあ、すなわち同化しながら進めています。同化するときの手法はですね、この最適内装法っていうですね、まあ、要は観測結果を内装してやってですね、
計算結果を補正するという、まあ、割と単純な手法を使っています。本研究では、まあ、地震が発生して間もなくといっても、まあ、数十秒なんですけども、その間はですね、この A プラス S というですね、この動化と計算はしばらく一緒にやっています。で、あるタイミングでですね、シミュレーションのみのこのピュアシミュレーション、ピュア S というものにですね、切り替えるということです。で、このシミュレーションのみの部分をですね、できるだけ高速に実施することによってですね、まあ、地震波の到達時間を正確に予測することが可能となり、まあ、迅速な避難活動等に役立つものと期待しています。まあ、今、揺れ来るっていうのがありますけどね、まあ、あれでやってるようなことをですね、より正確に、まあ、実現可能なデータを提供しようということです。で、まあ、これを、まあ、まずやったのがですね、このオークブリッジ CX というですね、これ柏のキャンパスにあるですね、スーパーコンピューター。ちょっとこれ古いんですけれども、まあ、古いといっても2019年に動き出したものですけれども、これを使ってやりました。OBCX というふうに呼んでいます。で、このコンピューターはですね、全部で1368ノードあるんですけども、そのうち128ノードにですね、SSD っていうですね、ソリッドステートドライブっていうですね、非常に速いハードディスクを積んでます。で、これ高速な、まあ、データ処理とか、そういうことに、まあ、使えるということで、そういうものを搭載しています。で、かつですね、そのうちのですね、16ノードはですね、外にですね、直接出られるようになっていてですね、まあ、先ほどのこの JDX の、JDX ネットのデータなんかをですね、まあ、リアルタイムで持ってこられるようになっています。ですので、まあ、この16ノードを使ってですね、まあ、このリアルタイムの地震シミュレーションとこのデータ同化の融合というところに、まあ、役立てていただきます。この16ノードのことをですね、まあ、外部接続ノードというふうに言っています。で、実はですね、外部との通信をこう容易にできるようなスパコンっていうのは、これまであまり例がなくてですね、まあ、OBCX、これ2019年の7月から稼働してますけども、まあ、世界でも最初の試みの実は一つなんですね。で、こちらが、まあ、OBCX 上での計算の仕組みです。まあ、本当はですね、これ連続してできればいいんですけども、これをやった時点ではですね、これやったのはもう去年になるんですけども、その時点ではまだ、まあ、分かれて計算をしています。まあ、JDX ネットからのですね、観測データをこのリアルタイムに取り込んで、まあ、この外部接続ノードというのを使ってですね、このフィルタリングという前処理を行っています。で、普段はですね、これフィルタリング結果に基づきですね、観測点の観測結果をですね、まあ、計算モデルに割り当てるという処理をやっています。まあ、この部分はですね、それほど大規模な計算機は実は必要がないんで、まあ、1ノードですね。1ノードってこれ56個は搭載してるんですけども、まあ、それがあれば十分ということです。それで、地震が起きたらですね、先ほどご紹介したこの A プラス S というですね、こういうモードに切り替わります。で、さらにですね、その後ですね、このピュアシミュレーションというところにですね、切り替わるということです。で、ここではですね、高速計算を実施するために、まあ、1000ノード以上のですね、規模の、まあ、大規模な計算機が必要です。まあ、実際はですね、さっきも言ったように、すべてをリアルタイムで一気にできるようにはなってないんですけれども、まあ、理想的にはこういう形で計算が進むんですね。まあ、普段からこうやってデータを取ってきて、フィルタリングをずっとしてるんですね。それで、なんか、でっかい地震が来たなと思ったらですね、この A プラス S というのを始めるということになります。では、この2007年のですね、新潟県の中越沖地震ですね。さっきご紹介した、2004年の地震は中越地震といってですね、これとちょっと違うんですね。で、先ほどはですね、短周期が支配的でしたけども、この中越沖地震っていうのはですね、長周期地震波動です。同じような場所で起こってるんですけれども、全然性質が違うんですよね。まあ、ちょっと余談になりますけれども、2007年ぐらいにですね、樺太の沖で地震があったんですね。樺太じゃない、千島列島か。で、その時、2日ぐらい置いて、同じような場所で地震が起きたんですけれども、その時もですね、やはり地震の性質が全く違ってたと、いうような、観測結果が得られています。それで、まあ、先ほどですね、ご紹介したこの差分法によるシミュレーションコードを使って、シミュレーションとデータ同化を実施しています。それで、関東甲信越をですね、カバーする約450キロメートル四方、
深さ60キロメートルの領域をですね、一辺240メートルの立方体で分割しています。まあ、大体ですね、9億近いメッシュですね。結構な、大規模なメッシュということになります。まあ、この向かって左側の図がですね、観測点の分布で、まあ、ここには大体350点ぐらい、観測点があります。まあ、黄色い星が、震源で、赤い三角が、まあ、東京都江東区にある観測点です。この位置でですね、観測結果と計算結果を比較しています。この右側の図がですね、この赤い断面のですね、まあ、この地下の構造図です。まあ、これかなりですね、ざくっとしたことしか分かってなくてですね、まあ、多分もうちょっと、精査が必要なところですね、このモデルに関しては。で、このページがですね、動画が。はい、まあ、計算結果ですね。で、左側にはですね、A プラス S からシミュレーションのみに、右側ですね、すいません、切り替えた時間によるですね、この江東区の上下動の比較が、してあります。で、この動画はですね、これ70秒で切り替えた例ですね。それで、この切り替え時間が、最初が30、50、70、90、110って言います。で、これが観測結果ですね。で、大きな波はですね、100秒後ぐらいにこうやって到達してるんですね。で、この30秒ぐらいに切り替えるとですね、まあ、あんまり、よく合ってないんですけど、まあ、50ぐらいになるとかなり、傾向としてはよく捉えているということが言えると思います。まあ、A プラス S の部分が長いほどですね、より正確な解が得られるわけなんですけれども、それではですね、予報や警報を出すことはできないわけなんですね。まあ、結局、観測でデータっていうのは、この起きていることを計測してますので、まあ、それと一緒にやっていってはいけないということになります。で、まあ、まあ、フィルタリング等の前処理なんかがあるんで、やはりこの部分はですね、実現象の半分ぐらいの時間で計算できると、まあ、なんとか役に立つだろうということです。で、ただですね、このピュアシミュレーションの部分はですね、もっと早く計算をやらないとですね、まあ、予測に役立たないわけですね。で、実現象のですね、10分の1ぐらいで計算ができると、まあ、いいだろうというふうに、まあ、先ほどのね、古村先生も言ってます。なんで、まあ、実現象の10倍の速度で計算なんかできるのかと思うのかもしれませんけど、まあ、実を言うとですね、今のスパコンを使うとですね、十分可能です。で、例えばですね、この50秒で、A プラス S からピュア S に切り替えるとですね、で、この残りの50秒分ですね、をですね、5秒で計算できればですね、まあ、まあ、この東京にピークが、達するのが、まあ、100秒後ぐらいですから、まあ、その間に十分ですね、それを予測することができるということになります。はい。これがですね、実現象にして200秒分の計算を、まあ、計算濃度数を変えてですね、実施した時の計算時間です。まあ、A プラス S とピュア S は、まあ、ほとんど時間変わりません。ピュア S の方が若干短いんですけども、まあ、同化の時間っていうのはほとんどないですね。はい。それで、ミニマムとマックスっていうのがあってですね、マックスっていうのは、IO 用のですね、ファイルの読み出しとか書き出しの部分を含んでいるんで、ちょっとこれ実際の時には起こらないことなので、まあ、ちょっと、その分が余計なので、マックスはそれが入ったもので、ミニマムはそれがないものです。で、実際の計算はまあそれの間ぐらいだろうというふうに考えられます。で、ですね、まあ、これを見ていただくとですね。ですね。まあ、まず、A プラス S の部分はですね、この、まあ、100秒ぐらいでこの計算ができればいいということになりますので、まあ、大体300ノードか400ノードで、まあ、大体200秒の半分ぐらいの時間でできるということになります。それで、ピュアシミュレーションの部分は10分の1ですから、まあ、200秒分の計算を20秒でできなければいけないということになります。ですので、まあ、やっぱりこれで見ていただきますとですね、まあ、1000ノードぐらいはいるかなということになるわけです。はい、ですけども、まあ、1000ノードあればですね、十分この実時間のですね、10分の1で計算ができるということになります。はい。で、これはですね、2004年に起きた、紀伊半島南東沖地震っていうのがあるんですけども、まあ、同じような計算を実施した例です。はい。まあ、本研究はですね、まだ予備的評価なんですけれども、まあ、1000ノード程度のですね、スパコンを使うことで、実時間の10分の1程度の時間でですね、
この3次元の共振動シミュレーションを実施することができると。で、長周期地震動のですね、このリアルタイム予測が、まあ、可能であるということが示すことができました。まあ、今後はですね、まあ、この新システムの一部、まあ、ちょっとこの後お話しますけれども、というのを進めているということです。あとですね、まあ、地下構造が深くてという話をしたんですけれども、まあ、実際ですね、地下構造ってどうやったらわかるかっていうとですね、地震が起きた時にですね、逆解析をやってですね、それによってですね、地下構造を、まあ、実は、導き出してですね。ですから、地震が起きないとですね、実はこの地下構造をわからないということになります。それで、このマグニチュード3から4ぐらいの、まあ、比較的中規模の地震ってのは毎日のように起きてるんですよね。ですので、まあ、今回作ったシステムというのはですね、まあ、大きな地震の時にはそういう緊急時のいろいろな対応に使えるんですけれども、小さい地震を使ってですね、この地下構造を、まあ、予測するというようなことをですね、まあ、今実は取り組んでいます。で、この時にですね、まあ、データ同化とか、あるいはその機械学習などのですね、いろいろな技術を組み合わせてですね、まあ、3次元地下構造モデルの改善を試みるということをやっています。まあ、これ実は去年もやってたんですけど、まだなかなか進んでおりませんで、今も継続してやっているので、まあ、そのうちまた、この結果を、ご紹介できるんではないかと思います。それで、まあ、ウィステリア BDEC01 についてはですね、先ほどの、この一つ前の講演でもございましたし、あと、昨日、今日とですね、まあ、スパコン自体の、ご紹介もしておりますので、お聞きになったことあるかもしれません。まあ、昨年の5月からですね、運用を開始した、まあ、国内最大級の、まあ、最新のシステムです。で、これ非常に高い計算能力を持っているんですけれども、まあ、このシミュレーションノード群というですね、この、あとこのデータ学習ノード群っていうですね、2つの、ノード群を、有しててですね、この計算データ学習融合によるですね、この新しい科学を実現する、まあ、これも世界でも初めてのですね、プラットフォームとして注目されています。それで、まあ、地震シミュレーションとですね、観測データ同化をこのリアルタイムに実現するためのシステムをですね、ウィステリア BDEC01 上に構築し、まあ、今、検証を行っています。まあ、大体もう検証も終わってるんですけどね。で、アクエリアスでですね、この観測データをリアルタイムに読み込んで、このフィルタリング処理をやってやります。で、それをオデッセイに送ってやってですね、データ同化シミュレーション、さらにその生還結果をですね、アクエリアスに戻してやって可視化処理すると、まあ、そういうね、処理をしています。まあ、これ簡単にですね、この結果を送るとか言いますけども、これなかなか難しいんですよね。まあ、実はこの2つの計算機というのはですね、全く異なった、まあ、アーキテクチャというか、違う計算機なんで、直接の通信がですね、なかなか難しいですね。で、一応、このハードウェア的にはつながれているんですけども、これの間の通信を行うようなですね、ソフトウェアっていうのは実はないんですね。で、それを実は、まあ、昨年から今年にかけて作って、まあ、大体これも動くようになっています。で、これがですね、そのアクエリアスとオデッセイのですね、通信のためのプログラムです。こちらがアクエリアス側、こちらがオデッセイ側です。まあ、今このフィルタリングのところなんで、このちょっとちっちゃくて見にくいかもしれませんけど、アイセンドっていうのが見えますよね。とにかくこれはですね、データをもう相手にひたすら送りつけてですね。で、こちらはアイレシーブって書いてありますけど、こちらはオデッセイの方で、まあ、相手が送ったものをですね、とにかくひたすら受け取っていると、まあ、そういうような格好になっています。でですね、まあ、さっきも言ったようにですね、すいません、まあ、もともと異なるですね、アーキテクチャなんで、まあ、普通ですね、こういう並列計算でですね、このプロセッサー間の通信をやるときには、この MPI ですね、まあ、そういうライブラリーを使うんですけれども、このまま MPI がまあ使えないということです。ということですので、まあ、先ほどですね、ちょっとご紹介しましたけれども、このアクエリアスとオデッセイをですね、まあ、この両者間の通信をですね、簡単に記述できるようなソフトウェアとしてですね、この Wait.io と言われているソフトウェアを開発しました。で、先ほどご紹介したですね、このプログラムはですね、この Wait.io というものを使ってですね、簡単に記述できています。まあ、
頭の方にですね、このコールウェイト IO MPII センターと書いてありますね。このウェイト IO というのがですね、まあその今回作った、ソフトウェアということになります。なんで、まあこれもですね、まあ世界で初めてのものでですね、こういう、複数のですね、この異なった、アーキテクチャの計算機ですね、使って直接通信ができるようになっています。あとですね、まあ、このシミュレーションをですね、まあ、気軽に体験していただいてですね、この防災とか減災に関するですね、啓蒙とか教育のですね、この普及を図るということを実はやろうとしておりまして、ウェブからですね、このスパコンを立ち上げてですね、一連のですね、このシミュレーションの体験をできるようなシステムというのを、まあ、今作っています。なんで、まあ、これもですね、おそらく来年のですね、一般公開ぐらいにですね、もう皆さん、もちろんお手元の計算機からも使えますし、まあ、できればですね、現地に来ていただいて、ちょっと我々と話でもしながらやっていただくというのが、まあ、できればいいなと思っています。ちょっとこれはデモ画面ですけれども、このメッシュサイズを選んだりとかですね、あとこの観測点の場所を選んだりというようなことができるようになってですね。それでこれ切り替え時間20秒にした場合ですね。で、ですね。まあこれ計算と観測あんまり合ってませんよね。それでこれ60秒に切り替えした場合ですね。まあするとですね、まあ割とまあ上が観測、上が計算で、すいません。上が観測ですね、失礼。で、下が計算で、まあ比較的合ってると。いうのが分かるかと思います、はい。あとですね、ちょっと見にくいんですけれども、これ、1920×1920 っていうのは、これ、細かいメッシュなんですけど、今、960×960 っていうですね、ちょっと粗いメッシュでもですね、計算ができるようになっているということで、まあ、いろいろですね、そういう、メッシュを変えたことによる、まあ、実際の計算結果の、違いとかですね、そういうこともですね、体験していただけるようになっています。まあこれ実際ですね、粗い飯でやってみたらね、そんなに実は悪くない結果が出てはいるんですけど、ですからまあ、粗い飯でやるとですね、もっと早く計算ができるということになります。はい。はい。以上ですね、まあ簡単にですね、まあこのスパコンを使って、この、まあリアルタイムの地震シミュレーションですね。まあ要は、単に計算をやるだけではなくてですね、この、データ観測と融合させてですね、まあ、より正しい計算結果を得るためにはどうすればいいかというようなことをご紹介いたしました。はい。どうもご清聴ありがとうございました。